レディとしては本当大変だと思うでその頃結構ケイちゃんのイメージはなんかもうちょっとこうねご飯も食べてられなかったからなのかもしれないけどなんか倒れちゃうとか毛虫になっちゃうとかそう体がないです腹膜炎腹膜炎かそうそうそうそれもね二ヶ月くらい前からすごい背中が痛かったので春日さんに背中が痛いんだけどって言ったら忙しいからしょうがないねってそうねってで終わったわけ病院には行かず それの2か月後に突然忘れもしない TBS に入ってそれで今日は久しぶりに何か食べれる久しぶりに食べそれで出前頼めるよって春日さんに言われて「えじゃあ親子丼」って言ってで親子丼来ましたで蓋開けて食べようかなと思ったら「めちゃくちゃ行くよ」って言われてで蓋開けないでそのまま階段上がってったら「う」ってなって。 倒れちゃって、うん、で医務室行ったらなんか盲腸のようだけどなんかちょっと違うなって言ってそのまま前だけか,かに運ばれたらもう腹膜炎でで先生も「あのお今お腹切ったら9日か10日後に武道館のコンサートがあるからちょっと散らしてください」って言ったら「うん、もう十分散ってるから」って先生に言われて、うん、でも緊急手術で。ええー、そう それで十センチぐらい切られてお腹をね、そ<う>お腹切るとだって歌う時のなんかこう影響があったんじゃないんですか？あります。うん、でそれもなんかなんだったかなえっ、ー、とこれなんか麻酔を打つっていうか先生それって局部ですか全、うん、身ですかって聞くと、うん、い局部だっていうから、うん、今しか寝れないから全身麻酔かけてくださいって言って、うん、で全身全身かけてもらって<ー>それでまあ切っ、えー、て、うん、でも。 腹膜炎だから縫えなくてえー、あのお腹中にうがもうちっちゃっててええー、お腹に全部にちっちゃってたのそれであの1 0ンチぐらい切ってで中にガーゼを詰めてで毎日ガーゼ交換しなきゃいけないわけい、うん、でそれがまた痛、うん、<な>痛いでしょ痛い取って消毒してまたガーゼ詰めるって1日2回それをやって。 で普通は2週間入院のところを8日間だけ入院してであくる日リハーサルしてその次の日武道館の初のコンサートやったんですお腹空いたまま。であの衣装に染みてきちゃうと嫌だからって言ってあのラップを巻いてコンサートやって。でもうその院長清掃がもうあの僕はもう先に持たないって。 って言ってたんですけど当日はちゃんと府長さんと一緒に来てくださって見守ってくださってでもその時ももちろんあのガーゼがお腹に入っててっていうようなすごいそんな感じですから<ー>そうだからねそれはよく倒れるわ<ー>その後もね振り返ってみても自分よく頑張ったなって思いませんやもう本当に思いますね<ー>でも本当に歌って踊ることが大好きで<ー>そうだから